13空間ベクトルのデジタル化成分表示それでは今度は座標空間内にベクトルを表す有効線分を置いてその成分表示を考えますこれではベクトル A の立体的な向きが分かりません立体感を出すには点 AB を対角として3方向の辺が 各座標軸に平行であるような直方体を描きますこうすると支点 A から右下手前の向きになっていることが見えますねさてこのベクトル A の成分について考えます平面のときの成分は支点から終点までの間に X 軸方向にこれだけ Y 軸方向にこれだけ行く という時の2つのつ数値をセットにしましまたから、空間ベクトルではこの調子で Z 軸方向の動きも付け加えればよいのです。今図の直方体の X 軸と平行な辺の長さが 3Y 軸と平行な辺が5そして Z 軸と平行な辺の長さが4であるとします。すると視点 A から終点 B までの間に X 軸方向に 3Y 軸方向に 5Z 軸方向に下向きですからマイナス4行くようになっていますからこのベクトル A の成分表示はこのようになります一般的に文字で表すには3番まで使えますもちろん番号なしの書き方もあります左から順に X 成分 Y 成分 Z 成分と言います。あるいは第1成分第2成分第3成分という言い方もありますそれでは次にこの図を利用してベクトルの大きさを考えましょう平面では三平方の定理ピタゴラスの定理でこのようになりました空間ベクトルの大きさは一般的には 直方体の対角線の長さになります。直方体の対角線の長さは、ピタゴラスの定理を2段階に分けて使います。まず、上の面のこの黄緑色の三角形は、直角三角形です。立体を斜めから見た図は、見た目の角度は維持されませんから、特に直角のところには直角マークをつけておかないと、直角であることを忘れてしまいます。 直角マーク自体が直角でなく平行四辺形になりますから気をつけてください。それで AC の二乗はピタゴラスの定理によりです。次に青い三角形に注目します。これも頂点 C が直角です。普通、天井と柱は直角ですよね。そこで再びピタゴラスの定理が成り立って AC2 乗のところを置き換えて、となります。この式には三平方の定理という言葉は当てはまりません4平方ですがそのような定理の名前はありませんから通常ピタゴラスの定理の立体への拡張という言い方をしますで大きさはこの正の平方根です 3つのののの成分の二乗和のの平方根です。例えば左のベクトルの大きさはこうなりますこのボードの最後に逆ベクトルは全ての成分が逆符号になるということは容易に理解できるでしょう平面ベクトルの時と同じですそして大きさは等しいですねこの表現は平面 空間の両方で共通に使えるものです。それでは空間になれるためにも成分表示から図を書く練習をしてみましょう例によって一時停止にしてやってみてください回答です。 先に大きさを計算してしまいましょうがそれでは成分表示から図を書いてみます適当なところに視点を決めて各成分を対応する座標軸と平行に書いていきますあと直方体の向き合った変動詞を全て同じ長さに書く この2点に気をつけて書けばうまく書けますベクトル B は向こう向きになりますねベクトル C は Y 成分が0なので Z、X、平面と平行になりますうまく書けましたか 次のボードでもう1台やってください問題を見てください平面ベクトルでも似たような問題がありましたね平面と空間という違いのほかにあのときと違うところは四角形 ABCD と書かれているところです4点 AB C、D を頂点ととする四角形とは意味が違います。この問題の四角形は ABCD がこの順に線分で結ばれて1周する四角形ですから一通りに確定しますベクトルという言葉は出てないですがベクトルを利用すると手際よく回答できます始点と終点の座標から。 そのベクトルの成分表示を作るところも平面の時の話を思い出してここで応用してくださいそれではまた一時停止にしてください回答ですまず四角形 ABCD が平行四辺形になるためには向き合った1組の辺が互いに平行で長さが等しいことが 必要十分条件です。これは平面の世界だけでなく立体空間内においても同じです。一般に平行な2直線は同一平面上に収まりますよね。ですから平行四辺形の4つの頂点の位置関係を見るだけのこのような図なら座標を気にして立体的に書こうということは必要ありません。三角形も同様で普通に平面的に書けばよいのです。 さて、ベクトルで言うと、例えば有効線分 AD と BC が等しくなれば十分です。そうすると、AD や BC のベクトルとしての成分表示が必要になります。始点と終点の座標から成分表示を求める仕組みは、平面ベクトルのときと基本は同じです。一般的に見ておきましょう。2点、P。 Q のの座標がこのように与えられていて、い有効成分 PQ があるとしますこの時この有効成分で表されるベクトルの成分表示は図のオレンジ色の部分が X 成分青が Y 成分緑色が Z 成分を表します図をわかりやすくするには XY 平面に対して垂直に見た時の図 これを平面図と言いますがこうすると視点から終点までの X 成分と Y 成分がよくわかりますすでに平面ベクトルで学習したことと同じで Q の座標から P の座標を引けばいいですね。Z 成分については今度は例えば YZ 平面に対して垂直に見たず、側面図を使うとよくわかります。 Q の Z 座標から P の Z 座標を引けばいいですね。ということで空間ベクトルの成分表示は始点終点の座標を用いてこう表されますついでにベクトルの大きさは始点と終点の2点間の距離と同じことですそれでは本題に戻って。 有効線分 AD の成分表示と有効線分 BC の成分表示を求めてそれらが等しければ平行四辺形になります対応する成分同士はすべて等しくなればベクトルとして等しくなりますからこうなりますできましたか ?14 空間の数ベクトルの演算数ベクトルの加方や減法実数倍について空間ベクトルでも一応確認しておきます成分を具体的な数値にして下方の様子を見てみます適当なところを視点にしてそこから x 軸方向に 3y 軸方向に4 Z 軸方向に2いったところがベクトル A の終点です。その終点から X 軸方向にマイナス 2Y 軸方向に 3Z 軸方向にマイナス4いったところがベクトル B の終点でベクトル A の始点からベクトル B の終点を直接結んだ赤い有効線分がベクトル A と B の和です。 立体感がわからないので、ベクトル A を対角線とする直方体とベクトル B を対角線とする直方体を書いてみます A と B の和は上下の面を黄色左右の面を水色で塗った直方体の対角線になっています成分はどうなっていますか,分かりにくいようなら。 XY 平面に対して垂直に見た平面図にすると X 成分と Y 成分の様子が平面ベクトルと同じであることが分かります。Z 成分については YZ 平面に対して垂直に見た側面図を書けばよいのでしょうがもう書かなくても大丈夫でしょ上の見取り図で Z 軸に平行な緑の矢印をたどってみてください。下 対応する各成分同士を足せば良いことが分かりますね。原法は逆ベクトルを加えるということで考えれば今確認した下方の規則が適用できますが逆符号にして加えるということは結局そのまま引くことと同じですから原法はそのまま対応する成分同士を引けばよいことが分かりますこのことを一般的にまとめると こうなります。実数倍は直方体の拡大、縮小の関係です。ベクトル A の K 倍ということは、ベクトル A を対角線とする直方体を K 倍することになりますから、直方体の各辺、すなわちベクトル A の各成分も K 倍になることが分かります。K がマイナス1の場合は、 各成分の符号を変えることになりますから、逆ベクトルになります。ということで各演算の成分計算は平面ベクトルと同じ規則を Z 成分にも適用すればよいということなので難しい話ではないですね。15空間の数ベクトルの分解。 問題から見てください3つのベクトル ABC があってベクトル P と Q をそれぞれ ABC の実数倍の和の形で表せという問題ですこの実数倍の和の形の式をベクトル ABC の一次結合と言います平面ベクトルでも使っていた言葉です さて、ここのベクトルの成分が3つセットになっているので特に言わなくてもこれは3次元空間の問題であると解釈します3次元空間では互いに平行でない3つのベクトルがあればその空間内のすべてのベクトルはこれら3つのベクトルの一次結合で表せます一方平面のベクトルは2つのベクトルの一次結合で表せることは すでに学習しましたここのベクトル ABC が互いに平行でないということはどの2つも互いに実数倍の関係になっていないことから簡単に確認できます今度は未知数が KLM3 つの連立方程式になりますそれでは一時停止にして解いてみてください 回答です。まずベクトル P についてはじめに ABC の一次結合の結果の成分を計算しておきましょうそしてそれがベクトル P と等しくなるということで対応する成分同士を統合で結んで KLM に関する方程式を3本作ります。 丸2を2倍。丸3を3倍して。引くと、M が消えます。丸4を3倍して、それを、丸1から引けば。L イコール2。丸4を K イコールにして。K イコールマイナス1。丸3を 2M イコールにして。2で割って。 M イコーしたがってベクトル P はこうなりますベクトル Q については次のボードでありますベクトル Q について先ほどの123の方程式の右辺だけを Q の成分に変えればいいですね 手順は先ほどと全く同じです。よって、ベクトル九は。ベクトル a は使わずにこうなります。いかがですか。この a b c を使う限りは。 連立方程式の左辺は変わりません。次のボードでそのことについて説明しますベクトル P の成分を文字で表すと連立方程式の右辺がその文字になります左辺は変わりませんからこれまでと全く同じ手順で解くことができます 途中の計算は省略して、結果だけ載せておきます。ベクトル P ごとに、それぞれ1組ずつ、K、L、M が決まります。つまり、この座標空間内のすべてのベクトルは、この A、B、C の一次結合で表せる。ということなのです。幾何ベクトルの学習。 1> 第1章のパート2の最後で平面上のすべてのベクトルは2本の V 字型のベクトルの一次結合で表せることのイメージを平行四辺形で表しました立体空間内のすべてのベクトルが互いに平行でない3つのベクトルの一次結合で表せることのイメージは3つのベクトル ABC の視点を同じにして 平行6面体を描くことで表せます。このサンプル図では KLM とも正の数で特に K は1より小さい場合が描かれています先ほどのベクトル Q のようにベクトル B と C だけの一次結合で表されるベクトルはベクトル B と C の V 字型で決まる平面内に収まるベクトルなのです 立体空間にはいろいろな方向に広がる平面があるのでどの平面がどのような条件で決まってある点やベクトル直線が注目している平面内に収まっているかどうかということが一つの話題になりますそういう話は次のパート5でやりましょう